ディアボレッサは、スイス島南部、エンガディーン地方のベルニナ沿線にある山。標高2973メートル。麓の鉄道駅、ベルニナディアボレッサから、大型ロープウェイが、山頂の展望台まで結んでいる。山頂から、ピッツパリュ、ベラビスタ、ピッツベルニナなど、ベルニナアルプスの名宝とペルス氷河の壮大な、パノラマが広がる。山頂には、 レストランと山岳ホテルもある。山岳ホテル、ベルグハウスディアボレッツでは2人部屋からドミトリー形式の大部屋まで利用可能。ヨーロッパで最も標高が高いジャグジーも備えている。下記はディアボレッツを出発点としてペルス氷河とモルテラッジ氷河の上を歩くガイド付き、トレッキングツアーに参加することもできる。冬季はディアボレッツの東に位置するピッツラガルプと合わせ。 エンガディン地方の主要スキーエリアの一つを形成している。ディアボレッサ山頂からモルテラッチ駅まで滑り降りる上級者向き氷河スキーのコースもある。ディアボレッサからのパノラマ。左からピッツパリュベラビスタ、ピッツベルニナ、ピッツモルテラッチサンモリッツからレーティッシュ鉄道でベルニナディアボレッサ駅まで約40分。ベルニナディアボレッサ駅から107人乗りの ゴンドラリフトに乗って10分。大型ロープウェイは11月下旬から12月下旬のメンテナンス休業期間を除き、通年運行。強風など悪天候時は運行停止になる場合がある。ありがとうございます。